エジプトのサッカラ、首都カイロの南港に位置するこの地は、再び世界の注目を集める発見の舞台となった。4300年前に遡るとされる4つの古代墓と金箔で飾られたミイラが発掘されたのである。このミイラはエカシェペスという男性のものであり、王族以外の遺体としてはエジプトで発見された中で最古かつ最も完全な形のものであると考えられている。この発見は古代エジプトの社会構造、宗教観、そして死後の世界に対する理解を深めるものである。エカシェペスの墓は他の3つの墓とともにサッカラの15メートルの縦坑の底から発見された。これらの墓は古代エジプトの社会における様々な階層の人々の生活を映し出している。例えば宮殿の高官であったメリの墓には秘密の番人という称号が与えられており、特別な宗教行事を執り行う役目だったことが示されている。またクヌムジェデフという名前の司祭の墓や裁判官で作家であったフェテクの墓も発見され、これらの人物が古代エジプト社会において重要な役割を果たしていたことがうかがえる。この発掘によって明らかになったのはミイラや墓だけではない。陶器、彫像、工芸品などの多くの遺物も同時に発見され、これらは紀元前25世紀から22世紀頃のものと推定されている。これらの遺物は古代エジプト人の日常生活、宗教的信仰、そして芸術に対する洞察を提供する。サッカラは3000年にわたって墓地として使用されてきた地域であり、ユネスコの世界文化遺産にも登録されている。この地域の発掘は古代エジプトの文化と歴史に対する我々の理解を一層深めるものである。しかしこれらの発見がもたらすのは単に過去への洞察だけではない。エジプト政府は観光業の復興を目指し、大エジプト博物館の開館や2028年までに観光客3000万人を目指すなどの野心的な計画を立てている。このような考古学的発見はエジプトの豊かな遺産を世界に再び紹介し、多くの人々をこの古代の知恵と引き寄せることになるだろう。今回の発見を通じて私たちは時間を超え、遠い過去へとまた一歩踏み出した。古代エジプトの砂にうずもれた秘密が何千年もの時を経て私たちの前に明かされるのだ。この遥かな時代からのメッセージに耳を傾け、古代の知恵が現代にどのように息づいているのかを探求しようではないか。